皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もサイレン2遊んでいきましょう。さあ前回ですね、この安倍総司のシナリオクリアで、今こういう感じでですね、今回まずこっちかな、永井さんでね、これが新マップ離島線の4号機鉄塔、ここに行きましょう。でシナリオ名は京都。これはそうか、奴らはあそこから現実に侵食しようと。なんだよそれ。ここは虚無の世界。今俺たちの目に映ってるこの風景は29年前の現実の世界を映し取ったコピーに過ぎない。また語り始めちゃったよこの人。奴らにも先にあの塔の先端を目指すんだ。もしかしたらあそこがここと現実をつなぎ合わせる時空の裂け目かもしれない。あの先に俺という観測者がたどり着いた時、可能性は一つに収束する。どいつもこいつも勝手にしろっつうの。終了条件、雲糸の頂上回路へ到達。で、ヒントは2つ。また太田さん来んの？太田智恵は前からの攻撃を受け付けません。見つからないようにうまく後ろに回り込んで倒しましょう。で、懐中電灯の光に反応されないよう気をつけてください。しかし、場合によってはやり過ごす方が楽に生き残れるかもしれません。で、ヒント2。同行者のピンチは見逃さないようにしましょう。叫ぶことで闇人の周囲を吹くことができます。よし。で、二人か。銃持ち二人。で、まず武器チェック。弾丸90発。よし。で、ここは何？鋼先生、ちょっと静かにしてて。で、ここは何？ 29 年前の世界のコピー世界。タイムスリップともまた微妙に違うんですね。2005年と、あと1976年。あと86年かな。その世界の人間が一緒くたになってしまった。でですね、これはアーカイブ。アトランティス増刊号、総力特集。最新の観測結果が示唆した平行宇宙の存在。この世界とは別の世界が存在していると無双したことはないだろうか。私たちを取り巻く宇宙。この宇宙の外側に、私たちの宇宙とそっくりだが、どっかが違う別の宇宙が無数に存在しているという考えを平行宇宙と呼ぶ。私たちのいるこの世界が切り捨ててしまった全ての可能性の数だけ平行宇宙は存在する。驚くべきことに、宇宙に関する最新の観測結果は平行宇宙の存在を示唆しているのだ。平行宇宙の実際を論じるのは奇想天外に思えるかもしれないが、時間と空間と意識の関係性、私たちが物理的世界に実存することで生じる根本的な謎を解明する手がかりとして、実はこれほど明快な考え方はないのである。平行世界か。でですね、マップ、これ全く初めて。雲糸の頂上回廊で、小目標、工業所内部への到達。工業所、なくない？あ、でこれね、階層がすごいわ。6階、7階、8階層ぐらいある。マジか。まあ、とりあえず向かっていきましょう。こっち。で、死人もいる。そこにいますね。で、移動している。だいぶ上の方。まずこっちか。さあ、降りて。で、こっちは。これ、行けんの？いけませんね、内鍵。よし、いけないの逆にありがたい。一号置かれてる。もう後戻りする時間はない。どちらからたどり着けばいい。二手に分かれよう。俺は構わないけど、あんた大丈夫かい？あれ、おい、
で、なんでここで分断すんの？工業所屋上、そこね。あ、待って、もういるわ、早速いるわ。銃弾節約する意味あんまないかな。撃ち殺していこう。今ここですね。工業所、よし。さあ、なんか敵はいる。いっぱいいる。いすぎ問題。あ、これ、待って、仕方した方がいい。アイテム。なんもないね。よし。さあ、となったら上行こう。一応リロードして。リローディン。で、からの、こっち。いますよね。よし。で、ここか。さあ、撃ち殺し。でもね、平行世界っていうと、魔法少女マドカマギか。マドカが強い理由ってのもうまかったですね。単なる主人公補正ではなかった。で、こっちは休憩室行けませんね。よし。で、こっちも内鍵。で、この先。ここもいんな。しかもいっぱいいるわ。よし。あだだだ。ダメ、ダメちゃん。よし。さあ、撃ち殺し。ただ、連中無限湧きすんだよね。で、これは調べる。今はそれどころではない。はい。どう？ロッカーか。これ移動して、で、進んでいく。さあ、どう？いや、必要行動か。なるほど。自分いけませんね。よし。さあ、必要行動満たしてからのこっちでですね。死人いませんね。よし。あ、いるわ。ここに霊か。もうこの子ほんと多いわ。よし。さあ、やっつけて。そっち上行けますね。あ、こっちは？あ、こっち、なんもないっぽいな。多分、なんもない。上行こう。早く早く。上がるときは早く。よし。さあ、登ってからのこっち。あ、敵、いませんね。よし。どう？今んとこ結構順調で降りて、ここいそうだな。畜生、どうしろってんだよ。化け物どもに乗っ取られてたまるか。で、プレイヤーチェンジ。待ってね、いつきさん、武器はハンドガンのみで、この、あ、こっちも多いんだよな。ちょっと待って、考えの暇くれ。こっちは行けません。別の道に進むのは賢明だ。そうか。ただ、こっちも多いんだよな。賢明とは思えない。はい。さあ、撃ち殺して。しかしね、弾薬どっから調達してんの？で、こっち。資料がとにかく多い。手抜きか。今ここね。よし。一応リロード。柔らかいってのは嬉しいわ。あ、そっちね。そこに行けるわ。ジャンプか。で、逆にこっちに行けない。よし。自分の持ってる持論でね、ゲームの雑魚デキは硬いのが少数よりは柔らかいのが多数の方がいいっていうのがあるんですよ。絶対そっちの方がいい。で2つ、そっち行けるし、こっちも行ける。
こっちかな。あ、びくしょびくしょ。あ、ここに太田さんいるの、マジか。降りろ降りろ、危ない。一発殴られた。降りてくんの？降りてきた。よし、どう？さあ逆に登ってこれないはず。あー、待てこっちか。びくしょ、太田ではない。びっくりした今の。ここにいたでね、なんかアイテムありそう。なんだこれ、鉄塔の絵か。あ、待って、もしかして登ってきた？嘘でしょ、あいつ登れんの？これは素通り推奨だわ。セリフは可愛いんだけど、これかな。待って、どこに行った？あ、そこね。とね、その奥の部屋。あっちに行ってない。さあ登ってそっちの奥か。どうしよう。いや、そっちも階段か。さあ、となるとこっち。ああ、また太田さん来る。今ここね、ここのちょうど、なんていうの、この中間ね、ここか。これどうかな。ただそこな、そこも気になる。いけますかね。さあどこ、ここはね、事務所棟の倉庫。よし。さあ、ここに来て、これ何ナタ。近接武器。で、これも必要こと。よしよし。でですね、これ何、鍵。これは破壊していけない？あ、これ無理か。となると、こっちではない。さあリロードして、上のあっちか。あっちが正規ルート。あ、ここで太田さんとはマジで会いたくない。是が非でも会いたくはない。ここにいんな。そこにいます。で、そっちね、そっち。闇で湧くなよ。この子もそっち行く。そこに扉。これ倒していった方が多分楽っぽいな。やれるか。あー、ただそこにマジか、資料がいる。これは無理だ。となると降りて、で、ここに待機。いっぱい来んな。見すぎじゃない？早く。あ、ただ、こうなるんだよね。さあ、ナタで滅して。いや、ここ厄介すぎるわ。待つにしても敵は湧く。よし、今ならいけるかもしれない。待って、武器チェンジ。で、そこにどう？よし、オッケー。マジでオッケー。これで、ちょっと待ってね。壁を背にしてリロード。こいつさ、不尺すぎるでしょ、本当に。何回も言うけどさ。そんで、調べる。塔のようなものが描かれている。
よし、鉄塔の絵で、それとこっちはこれいけんの？あ、いけるんか。ここは、こっち何？下に、下いけんの？あ、あれか。ん？これはどこ？ん、これいけませんね。よし。迂回路。あ、でも、待って待って。武器変えて。よし。さあ、焼いて焼いて。焼き網で。OK。でですね、ようやく先。待って、まさか、まさかの太田さん復活、マジで。マジか。倒さなきゃよかった。で、こっち。で、ここにもいらっしゃる。さあ、スルーして。よし。広いとこ、来たよ。でですね、そっち。待って、向くんじゃない。そこかな？こっちも、なんもないね。よし。降りていこう。いいですね。さあ、降りて。じゃあ、こいつも来る。これ誰闇でね。で、永井さんの発見。で、その前に鉄塔の絵。見ていきます。84番。鉄塔の絵。これ誰が描いたの？鉄塔建設時に、建設に関わった作業員たちが描いた絵。別々の人間が共通のイメージを同時に描くという奇妙な現象は、作業員たちの間に不安を引き起こした。このような通常の因果律を超えた偶然の一致を心理学用語でシンクロニシティ、共時性と呼ぶ。イメージを共有していた。で、そっちね。あ、これまっすぐ行けるわ。まっすぐ行けるし、上も行ける。これ、どっち行くんだい？まずこっちは。あ、こっちか。スナイパーの注意を引く。あいつか。どっちどっち？どこら辺にスナイパーいんの？あっちかな？こっちだ。さあ、叫んで、どう？いや、成功してない。もうちょい上行くか。よし。さあ、鉄塔登って。今の成功かな？よし。さあ、ゴミ袋ぶっちぎって。よし。で、からのこっち。資料今までに何体やってんだろう。結構殺してるよ。で、この上。なんかでっかい人いるわ。え？さあ、こいつは？叫ぶんじゃないよ。今さら普通の資料じゃないや。闇人出てきたところで怖くない。よし。さあ、倒して、あー、待って、スナイパーっぽいのがいた気がする。一瞬見られた。で、また資料か。資料じゃない。闇霊か。あ、そこね、なるほど。いかん、待って。どう、眩しい。あーちー、よし、オッケー。で、この隙に、もう一発。よし、入った。で、こっちの勝ち。で、これもらっていこう。で、どっち行くの？多分これ一緒かな？ゴール。そっち行こう。ん、こっち行けませんね。あと一応念のために弾丸チェック。あ、ゼロ発、ゴミか。
じゃあナタ返して。よし、さあナタ取って、でこっち。さあどうでしょう、多分ゴールで、この上登って、もうちょい、いいね、クレッシーの大人帝国、あれを思い出す。もう少しだ。よし、もうちょい。悪い、手貸してくれ。人に物を頼むときはお願いしますって言うべきだろ。何握ってんだよ。助けてもらったときはなんて言うのかな。助かったよ、ありがとう。頼む。さあこれでエピソードクリア。さあでですね、次こっちか、闇島の小中学校、またあそこに行くのと。これも4号機テッド、これせっかくなんで条件にこれも潰しておこうか。教頭、これは、そうか、奴らあそこから現実に侵食しようと。なんだよそれ。ここは虚無の世界、今俺たちの目に映ってるこの風景は29年前の現実の世界を映し取ったコピーに過ぎない。また語り始めちゃったよこの人。奴らにも先にあの塔の先端を目指すんだ。もしかしたらあそこがここと現実をつなぎ合わせる時空の裂け目かもしれない。あの先に俺という観測者がたどり着いたとき、可能性は一つに収束する。どいつもこいつも勝手にしろっつうの。終了条件に太田常を滅する。でヒントは一つ、太田常は正面からの攻撃を受け付けません。追いかけられたら一度退却して体勢を立て直してください。うまく背後に回り込むことに成功すれば正気が得られるかもしれません。正気があるかもしれないという非常に不安なフレーズで、太田常をどこにいんだ。まず工業所内部の侵入、こっち行けませんね。よしで、からのこっち。さあ、バーっと行って。あ、で、待ってね。さっきここに銃持ちがいたわ。そういえば。いませんね。よし。今の滅光樹、太田智恵名。でさらに、あ、なるほど、ここで戦えと。太田さん、常雄さん、どこ、いなくない。あ、ただこっち、これいけないんか。つまり逃げるとしたらそっちね。上からぐるっといって落ちてくる。さあ出るんでしょう、ここら辺で。どう、いなくない。あれ、あ、しかもこっから下行けないんか。あれ、太田さんいなくない。おや、これどうなってんの。こっちかな、この上。
おやおや、もう少しだ、うん、で、そっちゴールでしょ。いや、違うよね。鉄塔登る、いや、こっちかな。 これ合ってんの。なるほど、これうまいわ。あー、待って、見えない見えない、全く見えません。どこ、待って、このここどこ、階段、いやこれ見えんもん。どっちどっち、どっち行く。よし、あ、でこういうとこね。なるほど、いやこれもきつくない。太田さんどこだ。あ、こっちは正面。それそれ、一旦逃げよう。あ、ただこっち、これまずいな。さあリロードして、多分追ってきてる。でここ何、あー、ここまずいな。こっちか、うん、そっち行った。よし、さあ登録して、あの状態ならやっていける。あ、ただ下に来られるとまずいんだよね。あ、来てんな、マジか。一旦避難。さあどこに来る。で今度よし登っていく。なるほど、さあこれがチャンス。どこだ、そこにいる。 OK、 待ってこれ今なんで引っかかった。さあここね、どう、リローディング、一発ワンマガでは死なんか。さあとなると速攻で回り込んで、あ、こっち前か。いやこいつハンドガンワンマガでは死なん。降りる、よし、今のもうワンセットかな。ちょっとめんどくさいんですけども、待ってからやっていこう。よし、ここね、どう、これやったんじゃない。嘘、ダメ、まだ死なないの。こいつすげえな、なんだこいつ。でリロード、さあこっちの場所はバレてる。あ、バレてますね。こっち、あ、こっちまずいかな。いや、でそこにいる、これいけるんでね。今いけますね。どう、 OK、 ようやく。よし、
でエピソードクリア。トモヤまだ生きてる。さあでですね、再び永井さん、今こういう状態、こっちとあとこっちね。でもね、次回時系列的にこっちかな、貴船一行、ここに挑んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。